かおりさんに来ていただいてます。13年目角度で変わるよね。落としながら、はい、皆さんこんにちは、こんばんは、じゅんこです。こんにちは、こんばんは、なおえです。はーい、今日はね、ちょっと似てるけどみやぞんの黒いバージョンのなおえさんに来ていただいてます。みやぞんちょっと病欠でね、お休みなんで、今日は2人で撮っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、どうぞ先生。あの、YouTube 離れていいですかね、圧がすごいです。はい、YouTube を利用させていただいて、はい、なんですけど、うん、質問があるんですが、お願いできますか。はい、何でしょうか。はい、今、あの、習ってる曲で、うん、このおへそのあたりからこう腕を上げてる、はいはいはい、モーションがあるんですけど、あるね、あるあるある、私はいつもこれがこう、後ろに、わかりますか。わかりますよ、わかります、うん、後ろにこう、なんか形もかっこ悪いし、あの、ここの角度もおかしいので、そのコツっていうか動かしたどこの角度、ここの何、うん、ここの形も多分先生と違うんだ、違うんだ、これが後ろに多分引きすぎてるのかなって。あ、二の腕が力が入らない感じ、入らないですね、だから太いか。なるほどね、はい、二の腕の使い方がわからない。どうやってこうフラをここを利用して踊ってるのかっていうのを知りたいのかな。そうですね、綺麗に見せるには、うん、踊るにはどうしたらいいか、コツを教えてください。綺麗に踊る、何年目でしょうか。言ってください。アップ耐えられないと思いますけど言ってください。前に行ってください。13年目すいませんね、アップに。すいませんね、13年目ですか。二の腕が分かんない。確かにね、あの、形を作る上で、あの、二の腕の形って重要よね。今のさっき言った直井さんの、こういうのか、こういうのか、はい、こう、うん。で、うちの教師では、これが正しいっていう風になってるんだけど、これが、二の腕が、力が入らないのかな。うん。まずね、こう姿勢直してみようと思います。はい、あのね、大事に肩が、こう後ろにこう行っちゃってる人、こういうふうに姿勢をこういうふうにしちゃってる人って、はい、こう腕にあんまり力が入らないんだよね。なんで肩を落とすってことをするんだけど、うん、肩落としが多分甘いかな、うん、まあ、13年目だからね、そうですね、ちょっとこう優しく言うのが、ね、難しい、あの、心情なんさせてください、はい、うん、ちょっとなんか手が出たらごめんなさい。肩を落とすんですけど、うん、こうやって開くよね、直しさんって。はい、落としてっていうとこう、そうだよね、うん、これっても体もついていってないし、はい、こう肩だけで、うん、こう形を変えてるんでね、こういう人ね本当にいっぱいいるんで、ちょっと見直してほしいんですけど、はい、ギュッてやっても肩って下がってる。見て、肩のライン、前から見て、前から、はい、肩下げて、はーい、はーい、はい、後ろ行っちゃってますね。肩はこう下に落とすのね。下に、そう、下なんだけど、下じゃなくてこういうふうに、こういうふうに、そうそうそう、後ろにこうこれ体操してるみたいになっちゃってます。でも、あの、私10年以上ね見てきてるし、はい、違うよも言い続けてます。はい、なんでね、最近思うんだよね、良い指導者と、うん、あ、違う、良い指導者がいることと、上手くなるにはね、はい、うん、正しいことを知って、あと自分をこう見てトレーニングしていく、まあ、見ることはね、やっぱり見てこう、うん、うん、なんでだろうなんだろうけど、うん、やっぱりいろいろ使ってみるっていうのが本当に大事だと思います。直さんみたいにね、こう10年、まあ、今昔よりは良くなってると思うけどね、うん、でも形が作れないっていうのは本当で、はい、力入らないと結局ね、さっき言ったようにこれとこれが分かんないよね、できない、うん、そう、あの、フラってこうタイミングを合わせていくから、曲に、うん、こう1、2、3がこう形が、あ、全然そう、そう、もう後ろに行っちゃってますね。分かります。はい、じゃ あ、 あの、前から見て、はい、この違いは分かります。こういうのとこういうのとね、そう、形が違うです、単純に。そうです、ね、そう、なんでここ使えないと同じ形がまずできないのよ。わかります、はい、例えばスカート持つ手もこう、これとこれ、これとこれ、
意識できないですよね。これとこれとかさ、なんていうの、ここの角度で形って変わって全然違いますね。角度で変わるよね。そう、これとこれ、これと、これと、これと、例えば、そう、ここが使えないってすごいね、あの、形作るの難しい。なんで、こう、まずここの肩を落とす、二の腕の肩を落とした状態で、二の腕を動かすみたいなトレーニングが必要なんだよね。で、多分姿勢がね、そもそもこういうふうにやってる人ってその話ができないんだよ。なんで直せちょっとやってみてほしいんだけど、ぐちょっとぐーってこう前の方に、そう、えもう一回こっち、ちょっとそのままちょっとなんか歩いてもらっていいですか。嘘でしょ。それえちょっと横にシレットお願いします。じゃないですよ先生、今はあの二の腕の使い方お願いします。ここにじゃいけない、いけないものがあったんですけど。なんでしょう、なんでしょう。でもそうなのよ。ちょっと今試しに姿勢悪くても、言うてちょっとこう、引き寄せてほしい。ちょっとね、わかります?この辺、この脇の下に、ちょっとなんか物を挟んで、ぐってこう、ぐって。あります。今肩見て、肩のライン、はい、ぐるってこう挟む、挟む。なるほど。どうせ肩のラインどうですか。そう。ですね。こうぐって。わかります。こっちは下げてないです。はい。わかります。こういう風なことで肩下げています。なんでこれが下がった。こういう風に下げるっていうんじゃなくてね、これが下がった状態。この位置が下がった状態、ね、そうなの。でこれ全然違いますね。そうそう、背筋、腹筋、胸筋が鍛えてきたらどんどんこう下がってくるんだけど、まずこう胸開いて、だからこの位置がね、こう後ろに行ってても全然エルボーみたいなしちゃってるんだよ、はい、そう、それをこうやめて、こう下に行かせるためには行ってる。ここら辺になんか挟んでこう下に、そう、なんでこう後ろじゃないと肘の位置が全然違う。なんでここで前にこう、ちょっとそうやってみてね、ナムさん。そう、そう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 。ちょっとここ下がります、ね。下がります。先生ほど差はないんですけど、下がってます。下がるよね。そう、でこっちもやって。そう、そこの力入ります。入ります。そう、そういうこと、そういうこと。そう、で、ああ、なるほど。そう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 、胸張りましょう。あ、全然違います。そう、こっからなんですね。そう。なんでね、こう、二の腕が使えないって言ったら、結局、10年以上ね、はい、見てるプロなんで、推しになる体を見てるんで、わかるだけなんだけど、もう、マラさんは肩が落ちてないって、ずっとね、この肩の点の位置が違うんですよ。じゃあ、うちはちょっと難しい言葉で言っちゃってる。マラさんは10年選手なんで。なんで、こう、これって、表でこう見るのと、横で見るとやっぱり、こう、見え方が違うから、横の鏡もチェックして、はい、姿勢を直すのがすごく重要だと思います。で、まず肩下げる。できた?先生、今のすごいこれ分かりやすいですね。そうなの。ちょっと脇の下でものを、ね。そう。そうそうそう。ギューみたいな。そうそうそう。はい。そうそう。で、ギューじゃなくてね、ちょっとこう、ギューってこう挟む。こういう力が必要。これってもう腕のこの辺の裏の筋肉使ってるの分かる?分かります。で、それと同時に胸張って、お腹伸ばして、そう、これが基本的なフラの姿勢になります。じゃあ、皆さんこれからフラを、そうですね、はじめまして、はい、ご入会の方ですか。嫌です。え、よろしくお願いいたします。嫌です。ずっと続きそうなんで、はいはい、次お願いします。本当にあの、どうでさよならだと思います。肩を落として、なんでこう肘の位置っていうのは、はい、この落とした状態落としながら、ここ意識したまま、この点はフィックス決められますかってこと。そう、そういうこと。でこれってこう結局これに胸をつける、そう、中をつける、こう伸ばしていくわけだから、そう、締めながら、締めながら、そう、何かしながらですよ、はい、で胸は広げてます。胸筋も大事です。そう、落とした状態で
裏からね、こう使うイメージで、二の腕を使っていきます。こうやって。これ、ナオさん、この力だね。これって何を意識するかって、背中の筋肉で腕を出しています。なんでこう、内側に落としてる、今。こういうふうにこう、そう。こういうふうに使っていく感じ。脇の下から落としながら、こう開ける。そう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 、きれいきれい。そうそうそう。なるほど。うん、ナオさんって、その肩がいまいちこう、こう位置がわかんない。腕の付け根を鍛えるっていう感じ。それがないから、腕がすごく短いよね。そう、なんて言ってた今まで。伸ばせないとか、うん、短いだから、もともと短いだからとか、すごい自分の体を理由にしてました。そう。個体差は関係ない。そう。私この間なんか美しい人を褒めただけなんだけど、向き合い方とかだけを褒めたのよ。生徒の一人に個体差で選ぶんですかみたいな。マグロとかで言うよね、個体差って。すごいお笑いした。個体差って。そう、なんで体型とかの話をしてませんよ。頑張りましょうね。そう、そう、まずこうね。そうで、どうですか今それが。この形を作ろうと思って外側でこうやる人、これがダメ。うん、そうです、そうです。こうやってるところは歪んできちゃう、形がね。落としながら ここでスーッてこう、そう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 、で形をキープしてるでしょ。なんでここを鍛える必要があるんだよね。ここはもう落ちてないから、脇の下締めながらこうです。そう、グッ、下にこう押していく。そこ開いて開いて、まあ、ゆっくりしか使えないのか。歪んでるよね。こういう風に引っ張ってます。裏の力をこういう風に。あとね、ちょっとやってみて。そうそう、この、うん。こういう風に使う。なんていうの、こういう風に。わかる？うん？大丈夫ですか？うん。ここを。うん、今このままだとこっちに向いてるの、ちょっとぐるそのままの状態で横に広げるのやってみて。このまま横に。そう、横に、横の位置見て、肘。このまま、このままの肘で横にこう広げられる。こうやって広げられる。こういうふうに。そうそうそう、横だよ横。もう後ろ下がってるかな。そういうこと、そういうこと。そういうこと。わかりました。下げながら、下げながら。はめながら、はめながら。そういうこと。固定できるんだよね、それがずっと肩の位置が。そう、肩の位置が大事。ナオさんはずっとこういう、まあ、こういう人いっぱいいるから、ね、うん、今日やっとろうかなと思ったんだけど、こういう風なのだと、もう力が入ってなくない？そうですね。うん。なんで腕の位置が結局、これ、風になっちゃうわけよ。なっちゃうわけ。うん。こうして肩の位置が決まってたら、手の位置がみんな一緒になってきますね。そう。綺麗。はい。これが、こうなってるってことだよね、ナオさんね。これはねー、そう。そうね、本当にこれはね。これはねー、そうそうそう。これがいいです。で、この手がこう、連なる。フラップ、すごい綺麗なんだよね。こういうふうに連なってる。やってみて。そう、前の人と、こういうふうに、そう、連なってくる腕が、ちょっと今違うけどね。そう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 。親指も揃えて、そうそうそう、揃えて。そうそう。それが、こう、こう、お客さんなの見てる図だよね。わかる？わかります。うんうんうん、これでも違うよね。違います。なんでこうどこを鍛えたらいいのかな。そうなの、その腕使えない、そう、裏側、そうそう、使えないって直さん言ってたけど、そう、どこを鍛えてがただいいのかわかんなかったら、はい、多分ずっと使えないんですよ ね。 そうですね。悲しきモンスターだよね、はい。すっごく裏うまく聞いてる？はい、ごめんなさい。いいえ、すっごく裏が好きなんだよね。はい、うまくなりたいんだよね、はい、ってことは体の使い方を知ること、皆さんです、ね。うん、ここは、はい、ちゃんと目を背けないとね、ナオさんみたいになっちゃうんでね、はい、こうなってる人、これをまず1、1、ちょっとこうゴリラがいて、さっきゴリラでした、うん、すいません、ゴリラ。そう、ポーズでもいいんで、ちょっとこう前に持ってくる。そうそう、で腕をストーンって落とすからね。で、脇の下に体温計挟んでギュッてこう立ててみましょう、胸を。そうそうそう、そしたら肘の位置ってその後ろに行かないよね。そうそう
うん、そのまま前か。そうそう。今これトレーニングですね。そう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 。そういう感じです。だからいつもちょっとこの脇の下とか、ちょっとこう締めてるじゃん。なんか力が締めてるイコール力が入ってる。そうですね。うん。なぜ二の腕がこう、動きやすくなるかな。ちょっとこの二の腕に力が入らないっていう状態を今説明しました。はい、どうでしょうか。すごいよくわかりました。しかも今ちょっと汗かきました。ってことはですね。何？いつも汗かくほど。え？すいません。いや全然全然謝んないで。もうさよならだから今日で。うん。なんか汗かくぐらい、うん、あの力が入ると、なんか体の使い方が違うなって、うん、よくわかりました。そうだね。なおさらあの福田さんで60歳なんですけど。うんね、あの5歳満足で、そうですね、あの力もあるんだよね、うん、ってことはすごく恵まれてて、はい、うん、なんでこうぜひね、あのそれも結局初めは今やったようにこ うまくいかないよ、ね、そう、それがだんだんこう、はい、だんだんこううまくこう使えたりするようになるから、まずこう正しい位置が今日分かった、分かったら、うん、これがスッとできるか、正しいこういうのを、そうですね、それがいつもスッと、何もしなくてもスッとできるように、そう、それ後方訓練ですね。そうなの。そっからですね、まあ言ってんだけどね、2010年にロケラに立ち上がった時からいる人なんで、2024ですか。ことが、うん、14年、わかんない。でもね、実際そうかも、そしていっぱいいるかも、うん、10年でもか、よくコツがわかんない、うん、でもロケラチャンネル見てコツわかる人いるよ、はい、だから直しさんってここはやっぱキャラかも、なんか遠慮がち、そう で、ね、そうで、あと受け身、はい、なかなかね、そういう人をこう理解、まあ理解までいくけど、なまあ、私も怖いから、すみません、すみません、やってきますって言って、結局意味わかってないっていうのが一番悲しいね。そうですね。うん。なんで今日、あの、優しい順子だから分かったのかもしれないんですけど、ありがとうございます。ちょっと肩の位置に、こう、ちゃんと見てきてね、今、はい。そうそう、見て、そう、締めて、締めて、そう、胸を立たせる。はい。この状態がちょっと苦しい。うん、この感覚をちょっと体に覚えさせる。そしたら今度、これを何回かできるかなっていうのをちょっと日々やって、うん、で今度は目つぶってもできてるかなとか、体でこうできてるかな、正しく、うん、最後バランス見ながらね、そうなんです、大事ですね、そう、頭が出たら欲しいですもんね、そうそう、やってみたらいいと思います、はい、ありました、はい、今日はありました、家で二の腕のこの裏っていうか二の腕のこう力が入んないのをなんとかしたいでした、はい、このチャンネルが良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンと、はい、メンバーシップ、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、皆さん、アロハ、アロハ、はい、こちらのチャンネルでは大好きなフラが上手くなるですねコツをたくさんご紹介しております、チャンネル登録お願いします。